何？帰るわ、お疲れした。いや、それはダメでしょ、ダメでしょ、ダメでしょ。いや、プライベートよ、だいぶ。マジ見たいですか？見たいんですか？そうですか？いや、嫌ですけど。撮るの？撮ってるの？もう撮ってるの？こんにちは、どうも。え、マジちょっとこれなかったことにしよう。これこっちなかったことにしよう。学校帰りなんだわ、バレるじゃん。バレるじゃん。早速じゃねえんだ。はい、じゃあ何からやればいいのこれ。携帯です。10S スタークインダストリーズのバンカーリングをつけています。これはね、気分によって変えてるので、今日はたまたまこいつです。もう一個はね、あの推しのシールを貼ってます。あのロッキーのシールを貼ってます。カバンの説明からするべき。これマイケルコースのショルダーバッグ。サイズがちっちゃいんですけど、横がね広くて割と入るので使ってます。ここにハンカチを引いてて、いつもカバンの中身がね飛び出ないようにしてます。これさっきだいたい走ってるんで、あの中身が出ないように気持ちね防御しております。今日のハンカチは一番くじだっけな、なんか一番くじかなんかで当たったポケモンの可愛いハンカチを使ってますね。いやー、気分が乗らねえな。これもね、またポケモンなんですけど、なんかでもらったやつ。中にね、あの水道代とかのねガチ請求書が入ってます。次は手帳。この普通の一般的な手帳です。これね、どこのだっけな、なんかどこのか忘れたんですけど、トリンコって書いてる、トリンコっていうやつ。これ2年目です。去年もこれいつ使ってて、今年もねちょっと気に入って使ってます。その次、これはなんて言うんだろう、ネタ帳、ネタ帳っていうか、そのお仕事のことをねメモってるやつ。あの須田崎さんにね忘れて怒られるので、よくちゃんと最近持ち歩こうと思って、たまたま持ってました今日。それはごめん、こいつ横に邪魔だから。まあ中には企画のねやつだったりとか、黒崎がねやれって言われて放置してることとか書いてます。家で開いた試しはないです。はい、次。これはだいたい持ち歩いてるマスクケースですね。これラプンツェルのやつです。もうね、ボロ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 なん、もうやだ、この生活感出る感じすごいやだ、ばあちゃんだよ。なんかねこんな感じで、ここにマスクをストック用入れて、でここにもなんか入って、ここにもなんか入るんだけど、使い方がいまいち分かってない。学校でもね、その結構マスクつけとかないといけないので、これは絶対持ち歩いて、なんか友達忘れてたりとかする子にあげたりするので多めに持ってますね。で次はキーケース。これはサマンサタバサのシンデレラのコラボのやつですね。これリンが上京してくる時にママサキがね買ってくれたんですよ。それまでキーケースを持ったことがなくて、基本お家に誰かがいたので初めてのキーケース。もうボロボロ、これも。で、あのなんでこの黄色にしたかっていうと、そのカバンの中にさ、こうパッて入れてて一発で見つかるからなくすだろってことで黄色にさせられました。本当は青が良かった。次、お菓子。手軽に補給用のお菓子、男梅シートと、これ何、ミンティアリフレッシュブルー。これ、ね、走るとカラカラうるさいからね、ちょっと嫌なんですけど、これと爪をだいたい持ち歩いてます。夏だしね。で次が簡易充電器ですね。でこれのコードを入れてるのがこれ、もう最愛のデイジーちゃんです。超可愛くないですか。これちょっと汚いからあんまり見せたくないな。これにコードをまとめて突っ込んでます。これいつも使ってるイヤホン、簡易充電器の充電用のやつ、充電器。マイクワゾウスキーです。これディズニーストアで買ったやつで、次がこれ、あ、龍角さん出てきた。あとクラスの人にもらったなんかアメちゃん。なんこんなお菓子出てくるんだろうね。でハンドクリームですね。これ101匹ワンちゃんのコラボ商品です。これ、ね、いい匂いなんですよ。フレグランスハンドクリーム、フェルナンダのやつですね。夏場にちょうどいいぐらいの保湿のテクスチャなのでよく使っております。次これさ、ちょっと見せられないんだけど、あ、こうすれば見せれるね。イプサの
コンパクトです。使いすぎて中見せれないんですけど、チークとあとシェーディングとハイライトとなんかいろいろ入ってて、でしかもこれねシルバーなので鏡代わりにこもってたまになんかコンタクトの調子が悪い時とか見てるやつで、次がこのポーチ。ポーチ自体はSTローダーのやつです。なんかお正月になんか買った時にもらったと思うやつ。これの中何ですかってなんかコスメだと思うじゃん。全然コスメじゃん。もうこれ見せらんないよ。やばい、やべえよいやー、ちょっと見せますね。もう汚いよ、汚いよ、知らないよ。こんな感じ、あ、こんな感じでいろんなものがいっぱい入っております。汗拭きシートですね。こっち顔用、デイジーちゃんが可愛いっていうだけで買いました。こんな感じで、ちょっと見せられないんですけど、お薬入れです。これ痛み止めとか、今ちょっと口内炎がひどいのでビタミン剤とかを入れております。ティッシュ、きっとのぺったんこの油取り紙ですね。黒崎顔面がね、あの油田なので、これ夏場ないと本当に死んじゃう。あとはあれだ、お薬系、かゆい時に塗るやつと虫刺されの時に塗るやつね。最愛の DHC 様のリップでございます。これしかねもう使ってない。これがね一番いい。どんだけガサガサでも塗ったら絶対治るもん。でこれもまたね見せられないんですけど大量のアクセサリー類が入っているものでございます。でヘアゴムで、あと目薬で、最後に今日持ってた香水がこれです。どこのだっけ、デアウデパヒュームとかいうとこのピーチパイっていうやつの匂い、これすごいいい匂いでね、リフレッシュしたい時に使うようです。そんな感じで、財布だけはさ見せたくないんだよな。お財布がねちょっとまだ中に入ってるんですけど、これさお財布ね、こんな可愛いねハートのやつなんですよ。ちょっと可愛くないですか。これコーチのねお財布なんですけど、ママサキがね海外に行った時に買ってきてくれたやつで、ちょっと使ってるんですけど、使いすぎてあの C がなくなったC がなくてあのオーチになっちゃったんですよだからね恥ずかしいからね早く買い替えなきゃなと思ってパチモンじゃないから本物だから。そのか私の C を知ってる方はちょっと黒崎の DM まで教えてください本当にいつ落ちたか分かんないって感じです。カバンは以上かな。うん以上です。空っぽ。じゃとりあえず直すわ。これ面白いの。でも女の子の持ち物って気になるんでしょ。何にもいいもん入ってないですけどね。